当時、例えば織田信長の森南蛮なんかね、そう言われていましたし、あとでは徳川綱吉、柳沢吉保という、そこも同じような、もともと恋人関係で、その後、まあ、恋人関係はなくなったんだけども、ね、お互いの体を知っている、体を知っているって、ちょっと濃密なね、濃密な、ね、関係性があるか、まあ、普通じゃないですね、そうですね、もう日がなく、昼も夜も一緒に過ごした、なかなか信頼関係ある、通常、この欲しい人、そんな武勇に優れるわけではないんですが、この末高房という人、ものすごく武勇に優れる。大内家の中でもですね、いわば軍艦じゃなくて武艦ね、軍団をまとめる軍団長だった。ちなみに末高房という名前は、この高の字あるでしょ、はいはい、これは義高の高から、そういう、なるほどね、そうそう、当時はだから結構その名前を渡す結構ある、いわば織田信長、徳川家康、徳康ね、これはどうも順を渡しているという、そういう話があるんです。